はいどうもふめだよです。キャンペーンサイトね開けたんでミッキー使っていこうかなと思います。ありがとうございます。フェスティバルミッキー曲付きです。ということでね、まあスキル1やる？いやスキルマーだけでいいか、報酬積むだし、いっちゃいましょう。いや12体も使う、12枚使うのか、まあ使うか。フェスティバルミッキー12枚、スキルマックスやっていきたいと思います。オッケー。ということで、まあ発動すると補正値確認しましょうか、恒例の。まずは、はい。ということで消去数も確認しないと。10、10、15だと思う。おお、これはスタートナルド超えるんちゃいます？15っすよ。あのスタートナルド発動数16なんで超えるかもしれん。消去数がわからんけども、ちょっと待って、下のこの表消しますか。さあ発動前が35ですね。やばい強い、やばい強い。え35じゃん。37、消去前35で37消去ですよね今。え284、いや補正は入ってるんか、マイナス1段階入ってるって感じですね。いやでもあれ打率も入ってなかったよね今。強いぞ。なんでさっき37出た？違う、37ちょっとおかしいっす。ボムキャン消去すると出るんかな。まあ、とりあえず34ぐらいにしとこうか。消去数は補正値はマイナス 10% 程度という感じです。さあということで、じゃあまあ一旦フルアイテムでやりますか。その後54のみでもやってみたいと思いますけど、31か。スタートナードが強いかもな。でも演出がねこっちの方が圧倒的に短いんで、そこっすね。これ強いんじゃない、やっぱ。また救世主積む来た。これガジェットよりかは全然強そうだね。救世主積む来ましたな、なんだかんだで。35も積むの配置次第では35とか出るもんね。やべ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 、そうか。サードナルドはさ一応ジャイロ使うと消去数上がるんで、そこもねあるんですけど、もう今回これね、いや いいんちゃいますの。いや強いっすね、普通に強いわやっぱ。あの報酬ではだよ、ガジェットよりかは全然強いと思うわ。はい強い。まあこれフルアイテムなんで、それこそスタードナルド、まあ、5000とか、まあ、5000ちょいとかで平均、まあ、昨日動画出てたんですけど、見てない方はまあ見てほしいんですけどね、そのレベルは普通に稼げるっすね。ジャイロ不要なんでやっぱこの点もいいかなと。
演出短いからね。なおいいよね。ガジェットとどっち短いんだろう。同じぐらいかな。おい、まあミニーは初心者向けじゃなくてミッキーは初心者向けで報酬積むとしてっていう形で運営さん考えたんかな。でも5340じゃなくて、ちょっと待って、54のみの時はちょっとちゃんと集中してやりましょう。もっと稼げるってきっと。はい、じゃあちょっと54のみやってみたいと思います。54のみちょっと微妙だったからやり直しました。てかね、なんかね、音がねバグっちゃったんで、ちょっと編集してやり直ししてます。さあ、ということでやってきます。これ待つかね。普通にやっぱ強そうっすね。てか強いと思う。これループするかな。ギリシャ戦の回、はい、いや強っ。下ってしもた。ちょっと5000枚は超えたいんすよ、できればね。そうすれば、まあ、スキル演出的にはスタードナルドより短いので、あのそこで強いっていうことが確定するんでね、スタードナルドより。はい、なんかいけそうでいけないみたいな。そんな感じですね。いや5000枚だなこれ。おい、あ、これで3000枚。もっといけ。モロタでーくど。登録ありがとう、イヴァイン。待つか。ここでモアフィーバーいけるはずなんで。え、5000いけるよねこれ。30か。やべえ、あ、やっちゃったよ。やっちゃいました。フィーバーできてれば、まあ、5000いくかいかないかぐらいという感じでございましたけども。ああ、でも、救世主積むは来ましたね。はい、っていう感じで、以上で終わりたいと思います。あざしたー。バイ。